こんにちは、ガイアンです。今日は妖怪ウォッチのオープニングテーマ、ゲラゲラポーの歌の CD を買ってきました。はい、このキングクリムソーダなんかすごいいいネーミングですね。私キングクリムゾンとかすごい好きなんですけれども、なんかね、そのキングクリームソーダっていうバンド名を聞いた時に思わずニヤッとしました。で、初めてこの曲を、妖怪ウォッチ用のアニメ見てこの曲を聞いた時にんと思ったんですけれども、結構ゲーラゲーラポっていうのはずっと耳についてですね、結構やられましたということで、すごい気に入ってます。で、妖怪体操第一ね、こちらの曲も入ってるんですけれども、こちらもすごくいいですね。で、私はですね、CD だけじゃなくて、DVD 付きの方を買いました。で、ゲラゲラと思った DVD も付いてる方だったんですけども、そんな値段変わらないので、DVD 付きの方がお得かなと思ったりもします。で、内容なんですけれども、はい、CD の方は、ゲラゲラポーの歌、そして妖怪体操第一で、各カラオケが入ってます。DVD の方に、同じくゲラゲラポーの歌、妖怪体操第一で、ゲラゲラポーの歌ダンスショットバージョンが入ってます。ということで、この妖怪体操第一とこのゲラゲラポーの歌ダンスショットバージョンというのは、お遊戯会とかに使えるんじゃないかなと思って、DVD 付きの方を買いました。見てみたんですけれども、結構すごく踊りやすそうです。で、子供とかでもね、すぐ覚えてもらえそうなので、ちょっと使ってみたいなと思ってます。はい、そして、引き続き、妖怪ウォッチお知らせブザーを買いました。驚きの大音量って書いてるんですけれども、はい、こんな感じでですね、子供のカバンとかにつけておいて、迷子になった時とか危なくなった時に、警告音を鳴らしてもらうブザーみたいな感じですね。はい、でちょっと開けてみますけれども、はい、こんな感じでね、デザインもすごく可愛いですし、こんな感じです。はい、ジバニャすごく可愛い。はい、下にこういうのつけます。はい、ランドセルにつけるようなベルトも、ランドセル取り付け用ベルトですね、がついてます。で、本体を引っ張ると音が鳴るよってことなんですけれども、この下のアクセサリーを引っ張るのでなくて、この本体を引っ張るわけですね。こうぶら下げといて本体を引っ張るですけれども、これすごい大音響がしそうな感じなので、ここからはですね、ちょっと動画を見てる皆さん、ちょっと音量を絞るなりなんだり、ちょっと心の準備をしてくださいね。それでは引っ張りますよ。3、音量大丈夫ですか。3、2、1、という感じでですね、かなり大きな音がします。ということで、ね、もし迷子になったりとか危ない目にあっても、こんだけ大音量になれば大丈夫だと思いますので、もしね、小さなお子様とかおられる方、よかったらお買い求めください。これですね、はい、妖怪ウォッチお知らせブザーでした。ということで、今日は CD とこちらのお知らせブザーの、案内でした。それではさよなら。